久しぶりのゆきおさんじゃないですか。元気？全然元気です。かおさんには本当に相談があってもらってたんですけど、なんか違うとこ見てるから時間の問題かもねみたいな。ゆきおの SNS 更新されないと寂しいから。ゆきおちゃんだからメンヘラなんです。メンヘラ赤ちゃんだから。本当に来てくれてマジで嬉しい。俺は本当にハオさんのライバルになりたいの。目標はマジで頑張るから天井を見れてほしい。そうやってまいりました。鬼滅のモンスターズ。俺最後にネクモンとかモンスターズ系来たの多分リブドラモンスターズかなのハオのイベントが最後だった気がします。確か。じゃあ今度メンツ見てみましょうか。知ってる子たちいっぱいいるね。このメンツと戦うのはやっぱ苦しいじゃん。とんでもないところに飛び込んでしまいましたね。ハルさんは経験なんじゃない。頑張ってもらいましょう。あとは酒飲み対決取りましょうよ。弱いね。そっち系のバラエティ系取りましょう。弱いね。今日も力合いのバラエティ。でもそれこそ配信おいでよって力合いしましたよ。殺されますよ。十分します。今度お邪魔させていただきます。お疲れ様です。大体配信は1回配信で7から入るから十分読みます。なんとかなる。気合いで。飲み配信で。気合いで。もうちょいちょい見てますか。それとは別でした。アバロン幹部 VS YG で幹部で酒飲み対決やりました。撮影タイム、おはようございます。え、なに撮影してるんですよね。うん。誰出てるんですか。うちはね、ハルっていう、本当未経験の4ヶ月目、3ヶ月目の、まあ、マジで可愛い子ですね。そう、マジで食べる期間とかない、まず売れる期間みたいな。そう、経験積ませる段階だね。なんかいなかったんだね、うちそこの該当する子が。うちは結構見た、なんかアトムと元気がいたから。アトム、すごいね、もう1センチぐらい上げた。1センチぐらい、まあ全部教えてたんで、スタートの時点で超頭いいと思って、アトムは俺の言うことだけ教えて入って売れてって、って感じで、今年もう1億も。すごい、早っ。さすがに1年、2年目ぐらい。1年とちょいすぎたの、何でしたね。早いね。去年の途中からで、来年中国行けたらめっちゃでかいねみたいな。俺と同じ速度があんなねみたいな話して行けそうです。スーパー速い。みんなで楽しみましょう。まとめるよ。いただきました。お疲れ様です。おはようございます。いや始まりましたね、ネクモ。始まりましたね。やっとネクモテルって。あーやだ。何ですか。嫌です。ワンチャンお茶パターンがあるんですよ。だからお正味出たくない。その焦る気持ちが大事よ。焦る気持ち、プレッシャーな気持ち、出たくない気持ち、嫌だなって気持ち、いろんな先輩のあれ背負って、店の看板背負う、それ全部背負って潰れずに、成功しても失敗しても経験になるのが一番。ありがとうね。いつもお店がない分さ、本当にありがとう。来てくれて緊張してるやろ。まあそれはそうだよね。緊張するわな。ちょっと取られてるのか。あれはこれつけてる。あ、そうです。いっぱいいっぱいシャンパン飲みました。だってね、オイスターですよね。そう。なんか良かったのか悪かったのか分かんないですけど、やっと始まってくれましたね。はい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 。さっきお話ちょっと聞こえたんですけど、予定してた金額よりもちょっと大きめに今回は入れていただけたんですか。あ、そうですね。なんか最低ラインが20なんです、ネクモンが。あ、はいはいはい。僕的には知り合っても間もない姫なんで、あの子負担もかけたくないし、20万
ったりくらいでお願いしてたんですけど、25まで上げても大丈夫だよって言ってくれたんで。ああそうなんですか。そうですね、あんま聞かない額がバンバン入ってるじゃないですか。しかも1本とかじゃなくて10本とかまとめて入ったりとか、今はあっけに取られてるんですけど、でもまだこっからなんで、僕は着実とどんどん上り詰めようと思ってるんで。今日の営業を終えてね、ハルさんが何を得るのかっていうのを、はい、注目したいと思います。ありがとうございます。まださ、4回目じゃん。え、多分ありえないの、4回目でネクモに来てくれるってこと。それでも本当に来てくれてマジで嬉しい。俺は本当にハオさんのライバルになりたいの。今酔ってるから言えるんだけど、恥ずかしくて普段は言えないんだけど、マジで頑張るから成長を見れてほしい。ありがとうね、今日ネクモンってことでハオさん倒しましょう。乾杯。今日さんいましたよ、現れたよ。パキパキ。マスターでかすぎる。やばいよね。お久しぶりの京さんじゃないですか。元気？はい、元気です。僕は良かった。めちゃめちゃ元気ないっぽく見えますけど、全然元気です。カオさんには本当に相談になってもらってたんですけど、ちょっと話したもんね。全員顔変わったね、こう見たら。え、俺変わってない。だってなんか顔違くない？昔と比べてほしい。一回みんな顔違うね。顔違くない？なんかこれ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 。俺はもう俺は今こうちょっとあれだけど、でもなんかそれ分からん。そうなんですね。まあ真央さんは相談をさせてもらってたんですけど、それより前から真央さんにはもう2、3年ぐらい前からなんか違うとこ見てるから時間の問題かもねみたいなことは言ってたね。まあ、真央さんからも言われてて、まあ、本当にそうだったなと今思えば、ね、すごいなと思っていたよ。顔曇ってたかな。いやでも僕いつもこうなんですよね。ホストやる前とかも絶対答え出るまでずっとぶつかっちゃうし、これでニート期間4回目。ありすぎやろ。ちなみにユキは俺のニート1ヶ月コロナの時期が1ヶ月も許しくなかったから人に言われたっすかって。俺人には厳しいから。この人は人に言うユキはのおかげですぐ帰ってきたけど。内心はいや結構気持ち分かるな、立ってるけど、いや分かるよ、これ誰かやったっけなみたいな。言わないとだからね。だってレンがプロゲーマーになるって本当に真顔で言うよ。真顔でしたね。マジでパソコン100万以上買い買い出されたから作ったのよ。ようやく帰ってきましたね。帰ってきた。今日から帰り。完全復活。復活。でもまたちょっと多分今までとは形が変わるとは思うんですけど、わかります。今日の SNS 更新されないと寂しいから。赤ちゃんだから。ベテラン。ベテラン赤ちゃんだから。そうだ、そんななんだ。緊張してたんです、最初。もう全然箱も違うし、雰囲気も全然違うし、もうそれで萎縮しちゃって、飲まないとやってらんなくなった。やってらんなくなっちゃって、シャンパン忍びで全部時空飛びました。自分がどんぐらい今日結果出せるかとも分かってるからね。それでなんかいていいのかなみたいな、じゃあ飲んでとりあえずごまかすかみたいな感じが近いよ。毎月の締め日にそれを感じれるようになったら強くなるよ。毎月そう感じとかいい。でもじゃあ今月はいていいのか、ここにいてふさわしいのか自分はみたいな。でもいなくちゃいけない自分苦しい。今月は勝てるかも、狙いに行けるかもってのを用意してくる。その毎月の締め日が嫌であれば嫌であるほど次の締め日はさ用意してこれるじゃん、はい、そういうもんだと思う、はい、本当は20も行く予定なかったんです。シャンパン入れる予定なかったんですけど、
すごい嬉しいですし、今の自分からしたら絶対に手放しちゃいけないというか、これから先長く一緒にいたいと思うような夢だとは思うんですけど、でもそこで満足しちゃいけないなっていうのは思ってて、母さんって今の YGD にライバルっていうライバルいないじゃないですか。僕なんてまだメンバーなんで、こんなことを言うのもおこがましいかもしれないんですけど、ハオさんに、あ、今日ラストン取れないかもっていうセリフを言わせたい。まあ、セクモンなんで、ハオさんを取ろうと思います。来てくださった今日、皆さん本当にありがとうございました。今後また戦わせていただける機会があればよろしくお願いします。本日はありがとうございました。まずこの場を開いていただいて、実際にこうやって集めてもらっていただいてありがとうございます。ネクストなんでね、僕たちネクストモンスターズなんで、次ね、僕たちの世代が来年、再来年で1位とか2位、3位取れるようにみんなで切磋琢磨していきましょう。第1位は2300万オーバー湯村市本店元気副主任。ありがとうございます。漏れそうなんで一言だけで、もっと各おのおの店舗、そしてグループ、これからもっともっと盛り上げていくメンバーだと思っているんで、もっとグループ最強にして業界の中でトップを取りましょう。ありがとうございました。どうでした今回のネクモンでは。まだできたでしょうがリアルな感想かな。最近ホストを始めた子たちって自分にかけるプレッシャーだったりとかが足りないから、こういうところでしか得られないものっていうか、ストレスいっぱいあるの。グループがでかくないとこのストレスって絶対に感じられないから、こういうイベントがないとどんどん感じてほしいよね。これいいきっかけになるんです。そうだね。